高尾さんの件批判すべきと言っているバカの情を封じる方法を以前スパチャ大公で質問した連くん推しのラサですえ。BBC 文春やバカはもっとブロックすればいいとご回答いただきあなたは蓮くの味方でわかりにしました。ニーズファンは好きなタレントを迷惑になるから騒がないとあなたがツイートするのにしりつきました。連君もヒろゆきに気づいてると思いてます。当該ツイート明日まで削除しないな。あなたブロックします。あ,あ、別にあの僕、誰かの味方とかでは特になくて、あの割と思ったことを言うっていうタイプなんですね。 別にその誰かが誰かを批判すべきとか、その他人がこうするべきだというふうには僕、あまり思わないんですよ。ジャニーオタがジャニー喜多川さん批判すべきとか、そのジャニーオタの人はジャニーオタの人で自分で考えたことをやればいいよねと思うんですよ。 ただその社会にとってじゃあこういう状況ってどうなのっていうのと何でこういう状況が起きてるのかっていうので結局じゃあそのジャニーズファンの人は騒ぐんだったらブロックするよねみたいなシングル F さんみたいな人がいると結局じゃあ騒がない方がいいよねという空気感を作るんですよね。 多分ジャニーズ問題騒がないっていうのでタレントさんでジャニーズ問題のことをバンバン書いてる人って僕今のところ Twitter で見かけたことないんですよそうすると民放がジャニーズ問題触れないと決めた以上ジャニーズ問題についてなんかおかしなこと言いそうなやつは出したくないよねってなっちゃうんですよねっていうのがあってなのでそ,のそういう空気感を作ってしまうことでジャニーズ問題が過去のことでなかった場合どうしますかっていう話なんですよ ジャニー喜多川さんはもう死んじゃいましたと。なので、もう今更騒いでもしょうがないじゃないか。これは正しい、一理ある。ただ、じゃあ、他の芸能事務所が同じようなことをやってないっていう確証がないんですよ。でも、ここでジャニーズ事務所が良くないよねってならなかった場合、その事務所も温存されちゃうんですよね。に北川氏の問題が、テレビで報道されていたら、ジャニーズ事務所に入りましたかっていう質問を NHK のディレクターにされたんですよ。 もしそれが大々的にテレビで流れたら、親も止めるだろうし、自分は未成年なので、親が止めた状態でジャニーズ事務所に入るなんてことはないので、なので、ちゃんと報道されていたら、自分はジャニーズ事務所に入ることもなかった、そういう被害も起きなかったっていうことを言ってたんですよ。 なので、そのジャニーズ事務所の話ってもう終わった話だから、今更掘り起こしてもしょうがないよねっていう考えの人がいるのはわかるんですけど、ただ、芸能事務所とか芸能界の構造として、それが終わった問題なのかっていうのでいくと、僕、わからないんですよ。女の子で声優の人でこういうのあったよねみたいな話とか、 タレントさんとかでなんかああいうのがあったよねみたいな噂は聞くんですよ。で、実際僕が目にしたわけでもないし、被害者の話を聞くわけでもないんですけど、完全にないかっていうと、やっぱりまだどこかであると思うんですよね。 なので、ジャニーズ事務所のああいうのは良くないよねその芸能事務所のスタッフとかが、偉い人がそういうのやってるのを見たら、もう警察に通報したりとか、被害者も警察に通報した方がいいよねってなるじゃないですか。でも今回ジャニーズ、ジャニーズ事務所の件で、別に何もお咎めないよねってなっちゃうと、じゃあ、今これ、声上げても自分は損するだけなんだって、もみ消されて終わりなんだってなっちゃうので、なので、ちゃんと報道した方がいいんじゃないかなと、僕は思ってる派です。 とはいえ、日本人の多数派はそう思ってないっていうのがさ <laughs>、割と分かってきたので、ね、やっぱ日本ってこういう国だよねっていうふうに思ってます。統一教会とかジャニーズ問題とかは別にほっとけいいんじゃないよって思ってるのが日本の多数派なのかなと思ってます。うん、えー、ジャニーズボーー NHK やテレ東も報道してました。あ、テレ東報道したんですね。なんかあの NHK が16時のニュースに5分だけ触れたっていうのは見たんですけど、その後もテレ東が触れたって、ね、えー、まだな民放はやっぱりなかなか厳しい。あ まあ一応、テレ東はそのなんかあの日経が親会社っていうこともあって、そんなになんかあの民放ほどエンターテインメントに振ってないっていうのもあるかもしれないですけど、とはいえ民放はワイドショーとかはなんかなか振なかれづらいんじゃないかなと思いますけど、ただ、振れなくても特に社会的にそんなに問題ないよねということになりつつあるので、多分ここら辺で終わるんじゃないかなという気がするんですけど、 ミート運動っていうそのアメリカの映画プロデューサーとかにいろいろやられましたって女の人たちが出て実際その被害者と言ってる女の人たちも別にその証拠があるわけではなかったんですよね。 とはいえ、これだけ多くの人が言っていて、証言があるんだから、まあ、こいつをその映画業界から使い続けるのはいかんなものかっていうので、割とその映画業界の偉い人が追い出されたりとかあって、日本だとあの、ケジンビーン・スペイシーさんっていう、割と有名な俳優が、日本じゃないね、あの日本でも有名なあのケビン・スペイシーさんっていう俳優が、ユージャルサスペクトだったりとか、あとはハウス・オブ・カードとかだったり出てる人が、まあ、突然出れなくなるっていう。 ハウス・オブ・カードっていう、あの、ケビン・スペイシーが主人公で、アメリカ大統領っていう映画だったんですけど、奥さんが代わりに大統領になるみたいな話になるっていうので、こう、ドラマが無理やりなんとか、こう、先を続けるってことだったんですけど、で、いまだにケビン・スペイシーさんはまだ、多分、復活してないんですよね、映画業界。っていう感じで、じゃあ、なぜそうなったかっていうと、やっぱりその、ミート運動みたいなので、その一般の人たちが騒いで、で、メディアもいっぱい騒いだんですよね。 結構世界中のの教会でやっっててたよねっていうのもアメリカの新聞社が最初取り上げたんですけど全然話題にならなかったんですけどその後割といろんな新聞社が取り上げて世界中でニュースになってで、まあ、いろんな教区の偉い人っていうのがあのクビになったりっていうのがあったりしたんですけどっていう感じで割とその,あのアメリカはそういう事情作用がまあアメリカというか日本以外の国は自浄作用が働くんですけど日本はそういう事情作用が働かない国のようですねっていうのは あの今回ままたた証明されたかなっていう感じがしてますダライラマンも怒られてましたね、あのダライラマンはもともとなんかメディアにそんなに出てるわけでもないのと、あとそのチベット仏教がちょっとややこしくて、キリスト教ってその世界中に教会があって、じゃあそのキリスト教の信者がいて言ってなんですけど、チベット仏教ってそ中国との関係性で有名なんですけど、じゃあチベット仏教の,そのお寺が近所にありますかっていうと、別にないっていうのもあって。 具体的にその影響を与えるのが難しいっていうのもあったりするんですよね統一教会の問題も結局、特に解決をしないままで、統一地方選で自民党はそれなりに票を取ったので、多分やっぱり日本はあの、臭いものに蓋をするというので、文化を変えないっていうのは、今後も続くのかなという感じがしてます。はい ジャニーズ事務所についてです。日本は事情作用が働かない国と先ほどおっしゃっていましたが、やはりジャニーズ事務所の犯罪にメディアが忖度しているのは気持ちが悪いです。デビュー組も被害者でありますが、犯罪を隠蔽しているという点では加害者に加担しているように見えます。今後ジャニーズ事務所はメディアが本件を大きく取り上げる未来はないのでしょうか。じゃないですかね。オリンピックも結局そのあの過度カウム含めてワイルを配ったりとかで逮捕されているわけじゃないですか。あれが安倍さんが生きてたら多分起きてなかったと思うんですよね。 安倍首相が生きてなかったから、結果としてその正義が遂行されたっていうのがあって、今回、ジャニーズ事務所の話がなぜ出てきたのかっていうと、こうしたとしても、社会的に潰されることはないだろうっていうのがあって、なので割とあといろんなメディアが載ってきてるっていうのもあったりするんですよねなので、日本の場合は、その権力者っていうのが生きてる場合は、その権力者に従って黙ってた方がうまくいくよねっていう構造の国なんだと思うんですよね。 例えばじゃあ、ジャニーズ事務所のあれ良くないよねっていう人っていうのが、素人の人ではみんないると思うんですけど、でもそれを表だっていうと、やっぱりメディアの仕事減るんだと思うんですよね。メディアの仕事を減らしたくない人っていうのは言わない、某東台を出た三浦なんとかさんも、統一教会についてあんまり言わない方が得だよねっていうのがあって、自分から好んで返金をしたんだから、それは競馬とかがパチンコと変わんないじゃないかみたいな。 で統一教会を擁護する人がいたんですけど、やっぱりその自民党とか統一教会とかを擁護した方が仕事増えるよねっていうねやっぱり構造上あると思うんですよ、まあまあ、しょうがない、まあ、まあそのメディアも結局民間企業なので、テレビ局はね、なので、その儲かる方がいいよねっていうねそのジャニーズを敵に回さない方がいいよねっていうので、なので、そのワイドショーとかでジャニーズの話題っていうのは、ほとんど使われることはないと思うんですけど、いやー、だからね、なんかその、あの僕、パチンコ違法だよねって話をちょこちょこするんですけど。 まあ一応法律上はそのパチンコ屋さん自体が監禁してるわけではなく、パチンコ屋さんで勝った場合に、 あのちょっとした金の延べ棒のちっちゃいやつを渡されて、それをたまたま買い取る店が近くにあって、買い取られてるだけなので、パチンコ屋さんが監禁してるわけではないよねっていうのが、法律上の立てつけなんですけど、どう考えても、普通にパチンコに行く人は監禁しに行ってて、なんで、あれ、違法行為だよね、違法なかけ事だよね、金かかってるよねっていうのが分かってるんですけど、でもそれはなかったことにするっていうのが、割と日本的な感じなんですよね。ライターの意思だったりすするるもあるんですけど 自衛隊っていうのも、戦力ではあるけど、武力ではないだっけあっていうのかって、どう考えても戦力だよね、なんだけど、一応、のの軍隊ではないみたいなことになってたりとか、パチンコ屋の監禁もね、警察庁に、パチンコ屋が監禁してることを知ってますかみたいなのを、質問を政治家の誰かが出したら、警察庁としては、パチンコ屋が監禁してるというのを確認したことがないので分かりませんみたいな。